北へ十八歩か。1、2、3、4、18。この木だな。何してんだ、勘兵衛。その木がどうかしましたか。ふん。平良、この木の根元を掘ってはくれまいか。おいおい、人を見るなりこき使うってのか。人に物を頼むときやな。どのくらい掘ればよいのですか。で、掘んのかよ。ざっと三尺。たやすいことです。え、真田幸村、いざ参る。もう掘ってるし、一尺って約30センチだから1メートルぐらいか。そんなに掘んのかよ。しゃあねえな。幸村、俺も掘ってやんぜ。おあ、何か手紙のようなものが。あ、どうぞ。助かった。では失礼する。ちょい、行っちまうのかよ。事情くらい説明してけって。ケイラには関係のないことだ。勘兵衛殿、もしやその手紙恋文ではありませんか。ドキ。恋文？まさかこんな幽霊みたいなやつに送るやついんのかよ。わかった、話してやる。昨晩普段使っている軍配が折れてしまい、新しい軍配を探していた。生前の半兵衛より軍配をもらい受けたことを思い出し取り出してみたが、その軍配の裏に不可思議な手紙が貼ってあったのだ。やあ勘兵衛殿、この手紙を読んでいるということは僕はもう死んじゃってるよね。相変わらず仕事ばっかりしてる？人に恨まれてるんじゃないかと心配で、死んでも死にきれないよ。って、多分もう死んでるけど。ってことで、勘兵衛殿にいいものを送るよ。廊下の突き当たり、南側の窓の下から東に30歩、北へ18歩のところに生えてる木の根元を3尺ほど掘ってみてよ。え？めんどくさいって？それじゃあ嫌がらせ。俺は光になって勘兵衛殿を見守っててあげる。わざわざ何を残した勘兵衛。なんで会話口調なんだこの手紙。なるほど、それで手紙の指示に従っていたのですね。日夜見守られても迷惑だからな。そんで今出てきた手紙には何が書かれてあったんだ。勘兵衛殿ならきっと探してくれると思ったよ。三尺は一人じゃ掘れないよね。どうやって掘ったんだろう。じゃあ次のお題いくよ。政宗さんの兜と吉本さんの蹴鞠の中を調べてみてね。合わせてびっくりサプライズがあるかも。は？次のお題ってどういうこった。穴掘ったのは無駄だってのかよ。あの者らしい手口といえばそうだが。なんだか楽しそうですね。次のお題に挑戦してみましょう。ちょ、楽しいだと？しゃあねえな、付き合ってやるか。よかったですね、勘兵衛殿。話せ、わしの兜に気安く触れるでないよ。政宗の兜にも吉本の鞠にも手紙が入ってたな。しかしこの手紙、
何かおかしいですね。見れば見るほど不思議な文字じゃの。これが文字か。全く読めんではないか。それは漢語だ。元は一つの文章を半分に割っている。つまんねえことしやがって。で、これどうすりゃいいんだ。バカめ、二つの手紙を並べて読むだけよ。おお、そうか。なんだよ、簡単な問題だったな。して、なんと書いてあるのかの。お疲れ様、官兵衛殿。バカめ、なんと書いてあるのかのとか言いながら見つけてくれたのかな。やつめ、わしらの行動を読んでおったのか。すごいの、マロのことを分かってくれておるの。さすがは今孔明と言われた名軍師ですね。お前らの口癖を適当に書いといただけじゃねえのか。続きがあるな。官兵衛殿って無理を言って嫌われたり、幽霊っぽいからモテないとか言われたりすると思うんだ。ああ、俺が言ったことだ。だからみんなと仲良くなれるよういろんなことをしてもらったんだけど、どうだったかな。距離縮められてたら俺嬉しいな。忘れないで、俺は光になって官兵衛殿を見守ってるから。じゃあね。じゃあね。ってなんだよそりゃ。和の心を解く良き手紙であったの。バカめ、くだらぬ手紙で皆を巻き込むでないわ。ですが皆の距離は縮まったようです。この顔ぶれが一堂に返すなど乱世にはありえぬこと。ちくしゅう一本取られたってことか。では皆が揃っておるし、一つ蹴まろうの。ちょうどあちらに雨を避けられる良き蹴まり場があるの。蹴まり場？バカめ、そんなものあるものか。バカバカ言ってねえで、せっかくだからやろうぜ、政宗。残された友を思う半兵衛の手向けだ。行きましょう、政宗殿。ふん、そこまで言うなら付き合ってやる。だが、わしに蹴鞠で挑んだことを後悔させてやるわ。結局空から見守っているではないか。勘弁、早く来いよ。お前が来ねえと始まんねえだろ。